チャオ、あっちゃんです。今日はね、5月26日、水曜日、ゆるっと過ごす、皆既月食。あっちゃんね、まだ今皆既月食、部分月食が始まったぐらい、6時過ぎやね。ご飯食べた後やね。6時40分、もうそろそろ突き上がってるけどね。皆既月食が始まるのは8時ぐらい、まあ、ゆるっとね、ちょっとね、ミルクまんじゅう月化粧いただきます。はい、めちゃめちゃいいですね。いいか、食べる。いいか、横になってんね。量は麺に行って部屋帰って、いただきます。食べる。おい、寝てる。一人食べる。食べてもいいよ。静岡新茶を入れたんでね、いただきます。うん、美味しい。ちょっと温度もいい感じ。月化粧でしょ。よし、月さん、今日はねスーパームーンです。はい、満月なんでね、ちょっとね、しゃげたかなって感じやけど、満月に月化粧いただきます。うん、ミルクあんが優しい。いや、今日あっちゃんカップを買っていただいたお客様、ありがとうございます。あっちゃんのカップが売れましたって、誰かが買ってくれましたって通知が来ました。ありがとうございます。誰か分からへんのにありがとうございます。直接ね、注文が入って直接発送してくるから、プライベートの、プライバシーは分からへんのよ。朝日のカップを買っていただきました。ありがとうございます。美味しい。うん、癒されねえ、これね。ミルクまんじゅう月化粧がね、大阪お土産のね、ここ有名なやつね。コマーシャルしてんのよ、関西では。3秒に1個売れる大阪土産、ミルクまんじゅう月化粧。ね、モンドセレクション7年連続最高金賞受賞、ミルクまんじゅう月化粧、第26回全国菓子大会内閣総理大臣大賞表彰。満月のようにまん丸黄色く焼き上げたミルクまんじゅう月化粧、北海道産インゲン豆、なんて読むのやろ、大手毛と白金時の2種類の豆をオリジナルブレンドした白あんの中にミルク風味豊かな練乳と北海道産のバターをたっぷり、入れて炊き上げた自家製あんを包み、しっとりと焼き上げました。和と洋が見事に調和した滑らかな優しい味わいのあるミルクまんじゅうです。太平三郎さんがコマーシャルしてます。してるしてる。で、一工夫でさらに美味しい。オーブントースターで少し焼き色がつくまで焼いていただくと、皮はさっくり、中しっとり、とろりで美味しい。電子レンジ、袋から出して電子レンジで10秒ほど温めていただくと、皮はしっとり、中はとろんで滑らか。冷凍庫で凍らせるとアイスまんじゅう。ドリンク、和と洋の良さを取り入れた月化粧は、日本茶だけでなくコーヒー、紅茶など様々なドリンクと相性抜群。書いてあるんだけどね。
3秒に1個売れる大阪土産ミルクまんじゅう月化粧、自家製あんへのこだわり、月化粧の白あん作りには数多くの豆の中から品質と風味に優れた北海道産の大天もと白金時を厳選し、長年自家製あんを手掛けてきたとこと来たからこその絶妙な調和で、和風の素材である白あんと洋風の素材であるミルクやバターをの良いところを引き出し、風味豊かな味わいのミルクあんに仕上げました。また香料を一切使わないことで月化粧の甘さの中にすっきりとした後味の良さを実現しています。お菓子は鮮度が命。青木商風あんの工場は ISO20-22000 を認証獲得しています。工場から出来たてほやほやの月化粧が各店舗へ配送。美味しいお菓子を食べてもらいたいという強い思いで妥協は一切いたしません。工場で焼き上がった月化粧を全て一つ一つ裏側まで確認し、さらに金属探知機を通して安全性を確認しています。この手間が信頼の美味しさにつながります。私たちは毎日真面目に月化粧を作っています。なんかすごい美味しいね。焼きたて月化粧と出会える月化粧カフェ、そんなんねや。ファクトリー、大阪府阪南市黒田、工場見学10時から17時、そんなんできんねんね。すごい、ちょっと行ってみたい気がする。あとね、オリジナル月化粧、月化粧にね、なんか文字とか入れたりできるんで、ほら。すごいね。ちょっと、それ気になるね、これはね。はい、ということで、ぜひまた、いつか行くかもわかんないです。月化粧ありがとうございました。美味しかったです。はい。ね、美味しいおまんじゅうと美味しいお茶をいただいてね、ほんと、あっちゃんの幸せです。はい、で今日はね、ブラッドムーンということでね、20年か2日の、スーパームーンと、月食が重なる。で、スーパームーンっていうのは月のパワーがすごいんだけど、それを隠すっていうのは月のパワーをかなり持っていかれるから見ちゃダメって言われてるんだよね。その日はゆっくりゆったり過ごしましょうってことなんで、ゆっくりゆったり過ごしてます。で、それが終わって、月食が終わって完全なスーパームーンに戻った時にパワーが本領発揮する。ここから次の新月までね、すごいパワーが出るんで、この時期をね、すごい重要な時期になるらしくてね、だから、今日ね、新月が終わったら、お月様にね、月光浴して、雨降ってたりね、曇っててもね、月のある方向を向いてパワーをいただく。要は雲の中からでもパワーは通り過ぎてくるらしいね。月が出てなくても大丈夫なんで、お財布フリフリしてね、お月さんに向かい合いましょう。はい、ということで今日のあっちゃんの、晩ご飯の後のデザートタイム、ミルクまんじゅう月化粧いただきました。美味しかったです。ごちそうさまでした。いや、美味しいねこれね。はい、ということで今日はこの辺で、ゆっくりあとは過ごして、この後ねゆるキャンでも見ようかな。なんかアニメ見てね、ゆるーっとしたいと思います。やったね。バイバイ。